ろ。ここで食べていいねんで。で、逃げようとしてんのあった。あ、逃げた。逃げました。逃げました、皆さん。えらいね。もうちょっとこっちよ。そう、廊下はちゃんと犬用にしてます。早く食べてくれるかな、ファルちゃん。早く食べてくれないとネネと一緒に遊べないんですけど。これは歯磨きです。皆さんぜひカウントと星投げよろしくお願いします。カウントと星投げお願いします。じわるんだが。ファル、ファル、星投げお願いしますだわんって言って。おいしい、おいしい。止まった。止まった。だってあれはカメが見せるからじゃん。止まりましたか、大丈夫。止まってないかな。動いてよかった。もぐもぐ配信、あなたのもぐもぐ配信をしてるの。あ、食べ終わったか、パル。よし、寝れた、遊べ、寝れた、遊んで。おいしょ、パル、寝れた、遊んで。のんきか。のんきやねんけど。はいはい。おっそ。あれ。寝れた、遊んでや。ママが帰ってきたから、ママの方が好きなの。なんでねえねえと遊んでくれへんの。なんでねえねえと遊んでくれへんの。しゃあねえなとも言ってないな。出口パルですって。皆さん星投げとカウントお願いしますって。よっしゃ、早いよね。あ、落ちたじゃん。お願いします。じゃ、なに、おやつ食べたいの。おやつ食べたいの。もう頑張ってくれたから1個あげよう、1個あげようって。わかる。皆さん星投げお願いしますって言って。遅いよ、見えてないわ。
皆さん星投げお願いします。靴下好きやなねーねーの。だからもうないって。あ、ごめん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 やん、ごめんごめん、わごめんやん、わすごいピロピロミールさん、すごいクマさんの、ありがとうございます。こんなんでごめんなさい。甘えたがり屋さんなんです。そう、ママのこと大好きだからね。50カウントパルちゃんありがとう。ゆいなが一番感動。ほんまやで、さっきまでさ配信してんのにさ、人の部屋でさゴロ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 してたのにいきなり帰ってきてこれって悲しくないですか私。ラビももキリンって出てきたらママ来たらねるんるんですよ。パルちゃん一週と50カウントだけありがとうございます。一週と50カウントありがとう。みんなそうタイミング大事。40分まで来ます。じゃあ私もなんかしとこうかな、せっかくだしね。あ、そうだそうだ、じゃあちょっと待って、もうちょっと私すごいことできる、ですごくはないけど、ちょっとじゃあ見といてくださいね。いた。ここで測定はできないな。よいしょ。よいしょ。あ、消えた。あとですね、こんな時のためにね出口用意してるんですよ。私の美術センスが悪いって言った誰かさんがいっぱいいらっしゃってですね、私のルームには見て、私が描いた油絵私が絵画を始めて初めて描きました。初めて描いた私の絵です。これ油絵ね、
これ本当に習い事として初めて描いた絵です。本格的2日で描いたやばいよね、2日で描いてるとこどうかと思うけど。そしてですね、こっちに来て、こちらは私が描いたピンク色のエッフェル塔ですこっちが弟が描いたクワガタ、こっちが私が描いたピンク色のエッフェル塔。これはちょっと妥協りましたね、はい妥協りました。そうそう、これはねちょっと紙で包んでくるくるくるっとトイレットペーパーしてスタンプみたいにしてるんです。そうそう、弟もうまいよね、これ弟が書いた名前がある。そうそう、クマ型の方がうまい。そうなんです、弟の方がね絵はうまいんですそしてそして、これは私が描いたクローバー、これは水彩なんですよね。多分小6小3ぐらいだからまだ絵始めてなんか適当に描いたやつ。そう、廊下に全部私たちの絵が飾ってあります。これはママが好きだし、色的に虹があってね、ここが虹があるので透けてるようにしてあるんですよ。そうそう、こんな感じ。ひまわりの絵もあるんだけど、ひまわりは自分の部屋に飾ってるの。トイレに飾ってたっけ、飾ってない気がする。そしてこれが私が絵を最後にやって1年ぐらいかけて結局完成しなかったルノワールのピアノを弾く少女の絵なんですけど、油絵で。あ、電気消えた。そう、ルノワール、これ描き終えたかったんですけど描き終えることができなかったですね。3年くらいかかりそうでしたけど結局1年ちょっとでやめちゃった。前は絵もやめちゃったのでこんな感じです。そう、結構ね細かく描いてるんですよ。いっぱい描き直してスカートとかいろんな色使ってるんです。でも間に合わなかったですね、やめるまで。そんな感じでした。パルの機嫌がそぐわなかった時用に残していました廊下の絵でした。あ、弟も見とく。弟ね、クワガタの後にカブトムシもあるんですよ、まさかまさかのこれちょっとどうかと思うんですけど、私クワガタもカブトムシもどっちもあるってすごいと思いませんそう、あとねイルカもあるの、なんかうまそう、うまいよね。そう、船もある、かっこいいそんな感じです。でももう油絵も全然してないからもうできないと思う。弟うまいよねそうね、弟に全部いつも負けてましたよし、あと5分だ。なのでね、皆さんぜひ、はいメルカリ出店しようかなでも本当にこうやって飾ってくれてるのもね、ママがねいつもねありがたいですね。あとね、あのリビングには虎のママ、あ、弟が描いたホワイトタイガーの絵がこんぐらいある、もっとでかい、こんぐらいあって、私が描いたシンデレラ城もこんぐらいあります。あれも結構半年ぐらいかかった。そうそうそう、そうなんです。あのね、シンデレラ城はすごく力作だから見せたいんですけど、ちょリビングにあるからモバメで見せるわ。いいね、今日ちょっと写真撮ってモバメで送りますね。シンデレラ城、そうシンデレラ城描いたんです。よし、ランキングもごめんなさい、こんなグダグダ配信で、でも楽しいな、この配信。13位、まゆちゃん、ありがとう。まゆちゃん嬉しいです。12位、あーちゃん、あーちゃんもありがとう、来てくれて嬉しい。あーちゃん。11位、あすかちゃん、あすかちゃんありがとう。あ、初めましてかな、壇上は心身だ10位ゆずだんごさん、嬉しい。あ、ピロピロだ、ありがとうゆずだんご。9位イレブンさん、イレブンさんもありがとう、ずっと来てくれてるイベントじゃ、ありがとう。8位、カンタさん、カンタさんありがとう、嬉しいです。カナタだ、いつも間違える、カナタ、カナタありがとう。7位、ポッポ、ポッポもありがとう、嬉しい。あれ、私何分、あと3分か。6位、タクヤ、タクヤもありがとう、先ほどインスタライブありがとうね。
5位白、白もありがとう、ずっと来てくれてありがとう。4位ワタ、ワタもありがとう、さっきもありがとう。そして3位はコロワンさん、コロワンさん、よいしょ。じゃあ犬全員、犬つけとこう。はい、コロワンさん3位ありがとうございます、犬です。そして2位がマグマグ、マグマグ、もう活発やな今日。2位はマグマグ、マグマグありがとう、ありがとう。ピロミールさん1位、ありがとうございます。ピロミール、どんな人ですか、メガネかけてますか。ピロミール、じゃあ想像で描きますね。犬でしょ、ピーロピーロ、嬉しすぎ。メガネかけてる。メガネかけてますか。かけてません。 OK です。ではこれアイコンにできそうな感じで可愛く描きました。ありがとうピロミールさん、嬉しいです。ありがとうピロミール。今回はこのジョイさんにお描かせていただきました。ピロミールさんありがとうございます。そう、目がね大切なんです。あとは全部想像で描けるから。では皆さん、ですね、次は22時30分からやりたいと思っているんですが、あれですね、あれ来た、22時30分からやりたいと思います。パル、あーバイバイってみんなにありがとうございましたって言って、ありがとうございましたって。では次はまたカラオケ配信できたらします。まだだな、あと30秒ぐらい。カラオケ配信できたらいいんですけどね、多分またできないと思うので、その時はアカペラで決勝とかね、46の曲を歌いたい。46アカペラで歌ったらダメだから、多分決勝歌いたいなと思います。46アカペラ歌ったらダメなのかな、めっちゃ噛んでくるんだけど、どういうことこれ、どういうことパラちゃん。よし、では皆さん本当にありがとうございました。またねー、バイバーイ。